当社は金融系システムインテグレーターとして全てのシステム工程を担っています。システム工程は企画営業、要件定義、設計、製造、試験、運用、保守となります。まず最上流の工程となる企画営業についてご紹介します。企画営業では顧客である金融機関様に対しソリューションの提案を行います。ニーズに適したソリューションを提供するため顧客と綿密な打ち合わせを行い提案をします。当社のビジネスでは直販ビジネスがあり、営業と SE が一体となってお客様に企画・提案を行うところから仕事がスタートします。お客様とコミュニケーションを重ねながら自社で提案したものを開発・運用まで担えることが醍醐味の一つです。次に要件定義についてご紹介します。要件定義は開発において最上流の工程となります。システムによって何を実現するのかを決める工程で、開発における要となるとても重要な工程です。この工程は後続の工程を明確にイメージしながら作成する必要があるため、金融システムや IT に対する幅広い見識だけでなく非常に高度なノウハウが求められます。続いて設計についてご紹介します。設計は要件定義によって決められた目的を実現するため、具体的にどういう仕組みを用い、どういった方法で実現するか決定する工程です。基本設計と詳細設計の2種類に分類されます。システム全体の大まかな機能に関する基本設計と、システムの各機能やモジュールまで設計する詳細設計を行います。開発するシステムの設計はもちろん、関連システムとの連携やセキュリティ要件まで、あらゆる視点から設計を行うことが大切です。続いて製造についてご紹介します。製造は設計によって細部まで決められた仕組みを正確かつ瞬時に実行するためのプログラムを作成する工程です。設計工程で決められた開発項目に沿ってプログラムを構築します。ここではシステムを使用通りに動作させるための正確性が求められます。開発の最終工程である試験についてご紹介します。プログラムがシステム要件や使用通りに動作しているか、品質基準を満たしているか試験を行います。金融システムにおいては高い品質が求められます。システム障害や小さなエラーでさえも起こらないよう、想定外がなくなるまであらゆるパターンを網羅した試験を繰り返します。最後に運用・保守についてご紹介します。試験工程を経て完成・提供したシステムの稼働状況を監視し、システムの安定稼働を支えるのが運用・保守工程です。システムの安定稼働はもちろん、開発・お客様とともにシステムのさらなる品質向上とお客様の業務効率化に取り組んでいます。以上で NTT データフォースのシステム開発工程についてご紹介しました。